君が望んでる君さえいればいい。いつかって未来追い越して進んでゆこう。やはり俺の作品のヒロインは妹に限る。ん、多分カニコウたちだな。お疲れ様です、先輩。早速エッチしましょう。ナイル、こんなとこで何言ってるのよ。軽い挨拶ですよ、ミャーさん。そんな挨拶があってたまるか。さっさと中に入れ。千尋、あとどれくらいかかりそうだ。30分くらいかな。では先輩、その間イチャイチャして時間を潰しましょう。断る。なんか軽めのゲームでもやろうか。お、そうだな。やり王子、空気を読んでください。空気を読むのは貴様だったわけ。ボロクソに言われる。ハードル高いわね。よし、では早速この俺がお手本として素晴らしい問題を出してやるとしよう。いつでも出してください、先輩。妙な声を上げるな。